はい、どうもこんにちは、マガレスです。今日なんですけれども PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、っていう挨拶がめちゃくちゃ久しぶりっていうことでやっていきましょう。前回の皆さん動画ご覧になりましたでしょうか。まあ、山岸花のパン祭りってね、僕がね一緒にやっていた、まあ、元々視聴者さんだった人が、まあ、YouTuber になってっていう話で、デリレーションクロスにも所属になりましたという加入発表をしたんですが、その後に、まあ、雑談しようぜって山岸に言ってて、でその雑談風景を実は隠し撮りします。でそこでドッキリをちょっと仕掛けていこうと思います。多分あいつもがっつりドッキリってあんま仕掛けられたことないんじゃないかなと思うんで、びっくりするかなと思うんですけど、今回のドッキリ内容はこちら。はい、リレーションクロスに加入したにもかかわらず、加入した直後代表がめちゃくちゃ女癖が悪かったらどういう反応するのかということで、そういうことですただね、なんでこれをやるかっていうと、やっぱり修正士ってどこまで通用するのかなと。信頼関係ってやっぱ大事じゃないですか。学校だって会社だって、まあ、こういうクリエイター業だって、まあ、事務所だって全部そうなんですけど、信頼関係が全てだと思ってて、バリエーションクロスに加入したということはトップがめちゃくちゃやばいやつで、もう本当にどころかしこもなんかの女の子に手出してるようなやつだったらどういう反応するのかっていうのを見ていこうと思います。それだとしても、いや、そこはやっぱりリレーションクロスに加入したなら頑張りますよっていう山岸なのか、大丈夫ですよっていう山岸なのか、それともはたまた、いや、そんな曲がれつのいるやばい事務所だったら入んない方がいいのかと、いうのかと、この二択だと思うんで、ドッキリを仕掛けていこうと思います。そんなね、がっつりやるとかわいそうかなと思ったんですが、やっぱり僕 YouTuber なんで手抜いちゃいけないと思うんで、そこはね、がっつり嘘ついてやっていこうと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。曲がれつのゲーム実況っていう感じですかね。おーい、まあ、そんな感じで、うん、まあ、リレーションクロスで一緒にまあ頑張れたらなと思うんで、うん、まあ、今後ちょっといろんなものも増えるからね。確かに、なんかデートバとかわからないけど、まあ、ね、デートバとかもね、多分向いてると思うよ俺山岸。いや、向いてないよ、向いてないな、やったことないし。そうかな、うん、でもそれはそうじゃん。だって例えばエペックスやったことないだろそうそう、やってないね。エペモバや、そう、日本版来たら全然やるけど、まだ手出してない、うん、普通に。正直ゲーム実況者って、ゲーム実況者だけじゃなくてプロゲーマーも全員そうなんだけど、ゲームに関係してくる人って、うん、やっぱりそのゲームコンテンツの流れとかに乗っていって有名になったりとかするわけで、うん、うんうん、だからでもそのゲームって一生続けるわけではないし、いろんなゲームに乗り換えていかなければいけないわけよ、うん、だからそれ、うん、をするにはやっぱり新しいことやらなきゃいけないし、勉強しなきゃいけないし、うん、大変だと思うけど、まあ、そこは全然できる限りのことをサポートするし、うん、っていう流れを作って、ちゃんとね、外部には SNS とかに流さないよ、そういうのはないけど、うんうん、ちゃんと会社として情報っていうのは回せるようにしてるから、うんうん、会社としてね、うん、まあ、そういうところではなんかいろいろと、うん、あの役に立てるかなとは思うんで、ぜひ一緒に頑張りましょう。わーい、お願いします。お願いします。で、お願いします。うん、でもう一個ちょっと俺相談事なんだけど、これ個人的な。何これ、ちょっといい、じゃあお前女性だから、山岸は何、ちょっとすごい相談事があって。何、うん、何なんで笑ってんの俺何真剣に話してんだけど、何その笑って笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃいけないんだけど、いやいや、だって真剣だなと思って、さっきから事務所の話してる時からずっと真剣や、うん、俺裏ではこんな感じやん、俺だって。何、分かった、ちゃんと聞くわ。何、うん、恋愛的な問題のちょっとご相談をしたいなと思ってまして。あ、いいよ、全然いいよ、うん、俺ある一人の女を抱いたんやな。うん、なるほど。おう、もうニヤニヤすんなよ、人が真剣に話してんのよ。人が真剣に話してんのよ。全然してないよ、なんでわかんだよ、全然してないよ。ニヤニヤすんじゃねえよ、人が真剣に話してんのよ。人生相談だっていう時にお前人の恋愛感をバカにするんじゃないよ。抱くだろ、誰だって。してない、してない、してない、ちょっとちゃんと聞いてんだよ。で何で抱いた、で、まあ、結論から言うと、うん、なんで笑ってんだよ。早く言って、何、結論から言って、うん、俺ちょっとさせてしまったよね。なるほど。うん。うん。でしかもそれ視聴者なんだよね。うん、え、マジ？うん。なるほど。え、でどうすんの？視聴者っていうか、うん、ですごいその人知ってるから、お前のファンらしくて、山岸の。うん？あ、女の子ってこと？うん、うん、うん。え？結構その DM とかなんかしてるらしくて、山岸にアプローチを、なんだろう、ここす、ファンですみたいな。うん、え、来てないよ。あれ、リプかな、山岸秋の米祭りって知らない？知らねえよ。なんで笑ってんの？知らねえよ、しないから。真剣な、いや真剣な。分かった分かった、ごめんごめん。で何、なんでどうしたらいいかなって言ってて。どうしたらいいか、うん、
僕はこれからそんな、うん、発展校な僕でも大丈夫ですかっていう。大丈夫ですかってどういうこと？要はちゃんと入るわけじゃん、うん、これから、うんうん、でもほらこういう破天荒 なるほどね、今後は改心するよ、うん、もう、うん、いろいろ話し終わったし、うん、そのことだね、話し終わったけど、まあ、今後ねほらどうなるか分かんないじゃん、うんうん、そうでもあ、うん、あそんな僕だけど事務所どうみたいな、なんかいいのみたいなこと話、そうあなるほどね、そうそこのところよ、ね、えいや仕事ちゃんとしてればいいんじゃね、わかんないけど、なるほど、えいや、山岸からの結論は仕事ちゃんとしとけば、何やってもいいと。ありがとうございました。どういうことだよ、待って待ってどういうことだよ、これは山岸の回答です皆さん、はい、あ出た、はい、え今生放送中ですよ、嘘嘘です、何なんだよ、いやもっとやめて、嘘、ちょっと待ってよ、してないでしょ、本当してない、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 マジでしてない、一本取れたらいいなと思っただけだから、こするなえでもえ真面目になんかわかんない、プライベートは個人の自由だから、まあまあ間違いないね、間違いないね、ちなみにマジで正直なこと言うと、俺このリレーションクロスを作ってから2年間マジで真面目やから安心してくださいマジで安心、別にそこに関して興味ないからいいって、ああそうですか、あそうですか、そうですか、今日いいって、まあ、まあ真面目なんね、あー、はい、とあのスッケてないんで、はい、あーいいと思う、オッケーオッケー、何なんだよマジでそんな感じです、ね、変な世界とは、生放送してるかと思って、いやとんでもないですってことで、じゃあ、まあ、改めてリレーションクロス入るということで、うん、一緒にあの頑張っていきましょう、あお願いします、はい、え待って、はい、これ動画にするの、動画にしますよ、嘘ええちょっとええちょっとえ悩み相談してるところぐらいから生放送、はい動画っすね、え何じゃあ普通に動画は何あれ悩み相談していましたみたいなやつ、山岸の忠誠心がどれだけあるのかっていうのを知らない、うわ最低おいやっぱほら信用できる相手じゃないとさ、こっちもさできないから、だからそれぐらい信用してくれんだったら、もう俺も信用してもう返したろってなるやん、やばいこれやばい印象じゃない山岸、全然やばくないでしょ、うわまあ何でもいいけど、忠誠心を誓ったんじゃん逆に逆に忠誠心を誓ったんじゃん、何の動画だよこれ何の動画これは多分山岸がリレーションクロス入りましたの後に出る動画です、ね、はい、こすらせていただきました、はい、うん、こする、まあ、どうぞどうぞ、まあでも3万人までね、あの目指してるということなんで、うん、3万人にならないと山岸は収益化できないんで、うん、皆さん、まあ、もしかしたらこの動画出る頃にもう3万人になってるかもしれないですけど、うん、ねそれ願おうかな、はい、うん、だと願いたい、チャンネル登録してあげてください、うん、お願いします、はい、はい、ってことで皆さんさよなら